それでは本日をもって契約解除という形になりましたが、今の心境いかがでしょうか。まあ、正直悔しい気持ちでいっぱいです、はい。まあ、メディカルチェックが引っかかったというところですけども、まあ、そうですね、ちょっと自分でも隠しというか騙し騙しやってるところが球団にもバレてしまったなというところがありますね。まあ、今回の事態を受けて今後どうしていきたいかっていう気持ちありますか。まあ、まずは、ここまで僕らの面倒を見てもらった球団さんにまず感謝の気持ちを述べたいというところと、僕を今まで育ててくれた東海大甲府の監督、コーチ、部長の皆さんに、まあ、しっかり謝罪というか、まあ、申し訳ないことしたなと。まあ、あとはそうですね、これからの自分まだまだ伸びしろあると思うので、そこに期待していきたいなと思います。あと最後に、数少ないとは思いますが、期待をしていた夏季復帰視聴者の皆さんに一言お願いします。まあ、何言いたいかわからないですけど、まあ、これで僕は終わりじゃ。あの瞬間生まれた感動、憧れ、情熱、理屈なんていらない。ヤクルトファン新メンバー募集。